皆さんこんにちは、よしまるでございます。星ドラ動画です。今回はちょっとね、検証っぽいような感じなんですけど、まあ成人の斧ですよ。こちらまあスキルが22秒重めなので、そこの感じですよね。そこを体感的にどうなのかっていうことで、まあ黄金竜槍のルミナス超ハヤブサあたりとちょっと比べてみました。で、今こんな感じなんですけど、攻撃力は141なのね。で、ここはジューシーステーキでプラス30で、ちょっと171になるのかな。まあその辺は少し調整してます。まあそれでも貫突斧の方が、まあね、もう少し強いという感じでしょうか。で、黄金竜の槍は、まあルミナスネズミと超ハヤブサネズミの12秒12秒と17秒17秒、それから22秒22秒の成人マザンと、比較になります。どれが一番早く倒せるかではないです。もう一回比較画像行ってみましょう。比較動画かで、多少何秒かのズレはあります。これはすいません。で、ちょっと特約で回復したりっていうのもあるんで、これどれが一番早く終わるかじゃないです。スキルの溜まり具合をまあ見てみましょうということですね。なのでその辺はちょっと勘違いしないように見ていただけると大変嬉しいです。まず大体ルーティーンはみんな一緒。3人はもうガードで入れても1回まで、入れ直しはね。で、まずは怒りを入れていく。で、バフが入ったとしてもピオラしか入ってないかな。で、波動で消されたりとか。で、ここでまず超早ブザ、まず早い。12秒。はい。で、これが僕が言っていたのね。12秒12秒は他の人がスキル打つ前にもう2段階打てるんですよ。ここまではまず早い。で、ここで、まず成人マザンがやっと打てるといったところになりました。はい。で、超ハヤブサの方はすでにドラゴンオーラからのラッシュに入ってますね。で、成人の斧がここで2発目ですね。成人マザン2発目。で、この時点で超ハヤブサはもう3スキル目を打ち終わっている感じですかね。で、4スキル目、超ハヤブサ好きに、映る感じかな。ちょっと一回整理すると、そうですね、超ハヤブサはもう3スキル打ち終わって4スキル目の超ハヤブサ好きで、ルミナスは3発目を入れるところで、斧は、3発目のアルテマソードも2発終わってね、これから入れるところになります。ちょっとね、ルミナスの方はね、特約とか入れてね、遅れたかな。で、ここで、アルテマソード3発目ですね。成人の斧ズシャーンと言って、ここで終了です。まあ、スピードを競うわけではないんですけれども、一番重い成人の斧が戦闘的に早く終わっている。で、多少スピードの上下はあったりとかしたかもしれないけれども、まあ他の2つは少しやっぱり遅れて終了してますね。はい、ということでですね、ちょっとここで自分のまあ思ったこととか感想とか話してみたいと思うんですけれども、まあ、まず、まあ、こういう比較を作ったのは、まあ、やっぱり僕超ハヤブサでずっとやってきたので、まあ12秒ネズミが早、やっぱ早いんですよ。で、まあ、動画でまた繰り返し見てもらうと分かるんですけど、ハヤブサ好きって本当に誰かがワンスキル溜まった瞬間にもう自分身打ちできているんですよね。なのですごく回転率が良くてテンポもいいというので、スキーで使っていたところにルミナスドラゴンって入ってきて、まあ、それが5秒遅い17秒で、そこになってから、まあ、ルミナスはそれに見合った火力は十分あるんで、まあ、今はもうルミナス使ってて一番楽しいからルミナスネズミにしてますけど、言ってもやっぱ重くなっちゃったんですね。なのでそこからさらに1段階重い、また5秒重い成人マザンとなると、やっぱちょっとかなり重くなるんじゃないのかなっていう話はもともとレビューでしてたんですね。ただし、22秒で重いんだけど、それ以上の威力はやっぱりあるよねっていうことも確かレビューでは話してたと思うんですよ。あと汎用性がとにかく高いってことね。無属性で多段で会心が入るっていうのはもうどこでも使える。で、まあ、それも前も話したんだけど、まあ伝説級と魔王級行く人がいたら、圧倒的星ドラマ伝説周回することが多いから、もうこれがあれば、まあ22秒で重くてもそれ以上のもしかしたら火力が出るのかもしれない。まあ言っても
成人の斧から使い始めた人っていうのはそんなにその重さとかスピードっていうのも気にならないかもしれないんですよね。僕はハヤブサを使っていたから多分気になるだろうっていうような感じなのね。で、今回並べてみたのは、例えば分かりやすい例だと、電気屋さんでテレビってやっぱ見比べて初めて分かりません？あ、ソニーってこういう色なんだとか、あ、シャープってこういう色なんだみたいな。だから自分の家のテレビってもうそれに慣れてるから、それが自分はスタンダードになってるんだけど、それと他社の色の違いってやっぱ見比べてみないと分かんないんですよね。なので、電気屋さん行ってスピーカーとか音とかでもそうだと思うんですけれども、あ、他のとこう比べてみると、あ、やっぱ違うな、あ、こっちがいいなとか、いや、思ったほどでもカタログで見てたけど、その例えば何かが気になる部分があったけど、そんなに気にならないなとか、そう比べてみるっていうのもいいのかなと思ったんですよ。で、成人の斧に関してのちょっと感想なんですけど、意外と22秒は重く感じないというか、で、こうしてみるとやっぱり圧倒的にハヤブサ好きが早いですよね。まあ早いんですけれども、まあ重く感じない理由のうちの一つとしては、それ以上の火力が期待できるかな、なのかなとは思ってます。はい、もう遅いな遅いなっていうよりは、よしやってやるぜやってやるぜっていうようなたまり方なんですよ。だからその遅い分を、いや次のこの一撃で取り戻してみせるからみたいな、なんか期待できる部分がすごくこの一発に込められているんで、意外と22秒っていうのは、なんかこう見てみると、やっぱ超ハイブサ好きと比べると圧倒的にねっていうのはあって、まあちょっとルミナスに関しては途中で特約入れたりとかはしてるんですけど、まあ重いのは重いんだろうけど、重さを感じさせない何かがある。それは多分やっぱりそれ以上の火力が出せるから、もう取り戻せるんでしょうね、その時間っていうのをね。いやー、すごいなーと思いました。まあ、ただ瞬間火力はルミナスの一撃目ってやっぱ追加発生しているんで、それがやっぱり一番でしたね。まあところどころ一時停止とかしてみると分かると思うんですけど、ルミナスが一番火力は出てます。3500いくつとか、なんかその辺出てたかな。で、成人マザーは2500前後ぐらいだったかな。ちょっとまた後で、まあ、ダメージもちょっとチェックしてみますけどね。で、本来は、まあ、これレオダーマなので、2周目いけてないんですよね。まあ、アルテマソード打って、もう終了しちゃっているから、本来は、次のターンも見てみたいというかね。成人マザンをもう一度、要は2連続でって割と溜まってるじゃないですか、もう。そっから1周してさらに次の成人マザンを打てるまでで、どのぐらい、時間が、体感がっていうところは見てみたいなと思ったんですけど、ちょっと、そうですね、強いところ行くとまた時間かかっちゃうんで、まずは一旦こういった動画にしました。で、まあ、貫突するかに関しては、今のところちょっとしてみたいなと思ってます。要は僕は黄金流槍使いですけど、デインがいまいちのところだと、まあジャンプ2積みか超ハヤブサ2積みにも頼るしかなくなっちゃうわけです。あともう会心狙いですね。で、いまいち相手でも、まあ僕芝の動画出してるんですけど、まあダメージは全然通っていきます。いまいちが、まあ、例えば50ダメージであっても1回の会心入れば250前後入るから、だからまあ、デインが三角であっても、基本的にはダメージは通っていくっていうことで汎用性高いなと思ったし、まあ、何よりもやっぱ使ってても楽しいっていうこと。だから僕最初に黄金竜に全部弾突っ込んだ時に、結構コメントでね、もったいないですとか、ドラソーも壊しちゃったんで言われたんですけど、いやもう僕はもうこれが楽しいからいいんだというような、多分コメントって確か打ったと思うんですけど、まあ、自分が使いたい武器も使えばいいと思うんですよね。はい、で結果僕はもう大正解だったんで、黄金竜のやり、その後ルミナスも入ってさらに楽しくなったし、で、とう、あ、違う、成人の斧か、まあなんか、刀人だから、もう成人だから、竜人だから、もうちょっと言い間違えたりはしちゃってると思うんだけど、いや、そうですね、ちょっと貫突作りたいな、ただ、構え持ってないんですよ、僕。そこが問題、売ってないんで、出たこと一回もないんですよね、刀人の斧。これは次出したいなとは思ってるんですけどね。いや、でもね、ちょっと、もう一回僕も、この並べる動画とか、あとやっぱ2週目の動画もまた撮ってみたい。はい。
まあ、言っても2周目ってまたその要は最初に戻るって感じで考えればいいと思うんですよ。まあ超ハヤブサの方がどん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 また追い越していって、回転率が速いから、まあ、ダメージもちょっといつかどっかで追い抜くのかも分かんないんですけれども、言ってもまあ重いんだけど重さを感じさせない一撃がある、この一言に尽きるのかなと思いました。はい。で、まあ、先ほどちょっと言ったようにデインいまいちなところはもうこの聖人の斧持っていけば間違いないっていうね、まあ、無属性だからどこでもダメージが入る。しかもなんかイベント入るんですって、なんだっけ、レコードキーパーのだいたいその3連戦とかで3連戦ボスとか今後出てくるとなるとやっぱり無属性の方が汎用性高くなってくるから、いやそう考えるとちょっとね、まあやろうとめば貫突できるんでちょっと考えてみたいなとは、はい、思っております。まあそんな感じですね。で、まだまだね検証したいこといっぱいあって、例えば聖人頭で、ラッシュに打ちができるのかどうかとか、まあ斧ももしも貫突作ったらまあいろいろともっと体感的な部分とかね、いろいろとやってみたいし、こういう比較的動画っていうのを作るのは割と好きなので、こう見てね、あ本当にこれとこれがこうだなとかね、なんかまあ参考になるかっていうと、まあなる部分とならない部分はあると思いますけれども、ないよりはね一つの目安として見ることはできるのかなと思ってはいるので、まあね、またいろいろと動画は上げていきたいなと。本当はもう正月はガチャ動画で終わる予定が、なんかね別の動画もっと作りたいのあるんですよ。個人的にはやりたいこともあるから、他のことやろうとするとね、なんか星ドラでいろいろイベントが来たりとかで引き戻されるんで、なんかあるんですかね星ドラとなんか運命の巡り合わせっていうか分かんないんですけどね。まあでももうしばらくいろいろとモンスターも新しいのね迎え入れたりとかしたんで、動画は作っていこうかなと思います。よければまたねチェックしていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。よしまるでした。さようなら。バイバーイ。